いやー、久しぶりの握手会、いや楽しみだよ。昨日言ったけどね、楽しみ。もう、ミクにさ、もうミクに俺、私も言うこと決まってんだ。あ、決まってる、うん、私はキスミに言うこと決まってる。楽しみすぎるんだ。楽しみ。じゃあもう、今日もあと寝て明日に備えて。あ、そう、明日に備えてね、もう寝るだけです。じゃあおやすみ。じゃあってなんだよ、おやすみって言えよ。おやすみ。ここは？あ？次の方どうぞ。次の方どうぞ。もう田辺じゃん。いやミク、どういうこと？今日も良かったよ。でもさ、ミクって田辺の推しか。さ、なんかちょっとあれじゃない？レッスンしてた？なんかあんまり切れなかったよね。なんか他のなんでそんなこと言うんだよ。うん、動けてたって。いや頑張ってるよアイドル。はい。握手はしろよ、うん、でさすぐしろよ、まあ、まあ、そういうパフォーマンスとかはさ、まあ、いいんだけどさ、うん、最近さ、あのさミクさ、俺がさ、あのブログ書いてるさ、あれじゃない、なんかコメントさ、最近返信してくれない、すごい嫌だな、この這い方。いや知らないよ、嫌だからじゃない、だから、まあ忙しいんだったらいいけどさ、もうちょっとだったらさ、あのダンスのクオリティとか上げた方がいいけどね。うるせえよ、まあ、今日なんかそういうことを言う、なんでお前がそんなこと言えるんだよ。なんか最近ミクさ冷たくない？いやそれはお前がそういう態度取ってるから。なんか米辺のこととかもあるけどさ、なんか冷たいじゃん、ね、いや冷たいって、だからお前が冷たい、ね、だから毛穴がすごい嫌だ。私が冷たいって感じるから。うわやだ、冷たいんだよ。うわなんか変なとこに一本生えてるね。何その毛、すごい嫌だ。冷たいでしょ。そう、一本ビヨンって入ってるやつ。え、でさ、なんかデコテカテカしてんな。そのさ、なんか絶対お前風呂入ってないだろ。なあ、熱みたいなものが。なあ、風呂入ってないだろって。なんか最近さ、だったらさ、マナとかの方がさ、今すごい頑張ってるからさ、マナとかの方応援した方がいいんじゃないかなみたいな。マナしかもちゃんとコメントも返してくれるしね。うわ、出たよ。え、何？推し援宣言。いや、絶対しなくていいやつ。うん。なんかそういうとこあるよね。いや。やめろよ田辺、お前さ、なんかそう茶化す感じじゃないんだけど。あ、ごめん、ね、お前がそういう態度取ってるからさ、なんか正直だからミクよりマナの方がいいなみたいな。だからそれ言いに来なくていいって、わざわざ推しに言いに来るなよ。うわ、どうする、お前かまってほしいからってさ、それ、いやなんか汚ね、なんだそれ、教えしちゃおっかな、油なんだそれ、気持ち悪いって。お前服選択してねえだろ絶対な。あ、服選択しろよ。ああ本当にしちゃう。うわ待って、うん、手汗びちょびちょじゃん、気持ち悪い、何その感じ。え、これとずっと握手してるってこと？なんか、え、ミクちゃん、そういう感じなんだ。いや、これはきついって。まあ、まださ、まだまあミクのことで、まあ、押してやってる。首ないな。なんかそういう状態じゃないな。忘れないの。受血してない田辺、平気？お腹減ったな。知らねえよ。言ってくんなよ、お腹空いたなんて。昨日のさ、ブログの料理見てたらお腹減っちゃって。だから知らねえって。じゃあね、ちゃんとするの分かった方がいいよ。うるせえな。うわ、きつ。どこ、ここ。あ、すごい眩しい。ライブ会場。次の方。え、中津の、きつい。中津の推しのアイドル。私が来た。どういうこと、握手会で。いや笑えよ。え、知らオールマイト。え、ヒロアコのオールマイトだよ。え、知らないの。すっごい股間張ってる。いいんだ絶対。中さんこんな興奮してるんだ。私が来た。見ろよ。知ってるかさ、絶対笑ったのにさ。いやちゃんと一応勉強してるよ。説教垂れてきてる。うっせえな。もうオタク。もう股間張ってます。説教垂れてくんなよ。って入ってこないよ。絶対そういう、まだ言ってる、見て勉強した方がいい。あ、勉強しろって、お前単位落としてんだろ。握手ね。あ、実際しなくてもいい。じゃあしないでいこう、握手はもう。しなくてもいいけど、まあするんじゃん。うっせぇ。したそうにしてたから。じゃあ先にしてよ。してやるよ。おい、両手がいい？うわぁ。うわぁ。好きだよ、好きって。いや別に自分でやってきたんじゃん。好きだよ。うるせぇな。なんで俺の手が。恋しくないよ、ぬちゃぬちゃしてんじゃん。あ、マジ？あ、そうそう。あ、で今日は50回。てか、顎黒いな。うん、50回ぐらい。めっちゃ茂っていうのも、臨時表現入ったんだけど、まあそれぐらい貢いでやるってこと。貢いでやる、お前に貢いでやるよってこと。ニチャニチャすんな、ネバネバしてる。あ、でもその代わり、うん、その代わりといってはなんだけど、俺から一つゲームがある。ゲーム？愛してるゲーム。
愛するゲームでしょ。最悪。え、愛するなんでこんな試合が愛してるって。うわ、てかもうこの溝黒いな。風呂入ってんのかな。なんか黒いの溜まってない？つかこのビッグバードとクッキーモンスターとさ、こいつ誰だっけ？ビッグバードとクッキーモンスターこいつ。こいつの名前出てこないな。え、あ、そっか愛してるゲームか。愛してる。うわ、だるい。だるいな。はい。そっちの番。愛してるって言わせるんだこれで。それよりも誰だっけなこいつ、マジで名前出てこないな。今怪しかったけどね。シールとかに出てた気がするんだけど、愛してそうだったけどね。じゃあうわ誰、まだ愛してるゲームやってる。もう一回。うわ、あごとネチョネチョやば。あ、照れてない照れてない照れてない、照れろよ。じゃあどうせだったら、うわうきん、はいはい、うるさうるさ、指さすなよ。絶対出れたよ。うわ、まだ握手してくる。うわ、でも股間超張ってんじゃん。絶対出れたもん。気持ち悪い。なんでこんな興奮してんだ、握手で。やだもう。うわ、ちょっとそれはないわ。ごめん。あのファンとそのアイドルの距離感。おめえから言ってきたんだろ。デビ、愛してるって。おめえからゲームやろうって言ってきたんだろ。俺のこと、愛しちゃってるって。これやばい。セサミストリートじゃない。123。そう、運営で思い出したんだけどさ。運営で思い出したんだけどさ。あれさ、今日さ、あの、昨日だし、昨日さ、チキさ撮ったじゃん。でさ、あのさ、あれ誰、あのチキ。知らねえよ。なんか全部なんか運営なしてくんな、うまく取れてなくて、あれ新人でしょ。運営にえじゃん、その話。その新人をさ、そのぶつけるってさ、アイドルに言うなよ。教育したチェキの。どうしようもなんない。全然取れてなくて、あれ本当と飛ばした方がいいよあれ。あいつまたいんだと俺。てかめっちゃハゲてんな。先にそれ言っとく。めっちゃハゲてんじゃん。マジでだってあれでもう1000円1万円。なんでこの感じなんかイケてる男の感じで握手できると思ってんだよ。じゃマジ客観的に見ろよ自分の方から。あいつ首にしてくださいさ、運営に言って言っといて、うん、頼むわ。くねくねする。あー、てか今日さ、指さすな。今日さ言っていいのかなこれ。最悪あ、知ってるスパッツ入ってないでしょ。うわ、だからもうこんなやめて、ちょっと誤解しないでよ。汚い、もう気持ち悪いって。え、水色だよね。テンポ張ってんじゃん、もう。うわ、めっちゃ笑ってる。気持ち…いじりたいね、股間。やばいよ、やばいよ。こんな股間して中…最悪、気持ち悪すぎる。隙間からか。いや、わかんない、スパッツ入ってるわかんないけど、ああいうとこちゃんとして。うわ、説教されてる。もういいや。だからビッグバードとクッキーモンスター、こいつだよな。ちゃんとあれ、この相棒みたいなやつも名前出てこないんだよな。お願い。なんかキャインが昔やってる人だったかな。あのさ、CM かなんかで。誰だっけな、マジでこいつ。こいつら。あと49回か。厳密に言うと。この名前だね。セサミストリート考えてたら終わった。キモすぎた。きついな、握手会。握手会行くか。あ、そうか。握手会に。なんか、スーパー銭湯行ってから、行きますか？うん。いいと思う。ああ、いい、そうですよね。ちょっと綺麗にするから。うん、そう。いいと思う。うん。一回そうして、うん。こいつって名前なんていうんですか？こいつが、わからないです。ごめんなさい。こいつの名前は、歯も磨きましょうよ、銭湯行ってね、二人で。ああ、銭湯行って、あ、あとあの、このなんか、毛、ちょっとなんか沿って、こう、あるから。あ、そう。そうそう、ここに、うん、これ沿った方がなんか。ここか。うん。これ？うん、うん、そう。そう、そうですよ。あ、あとなんかズボン、なんだって言った、あ、なんだ、こう、ズボン変え、なんか、いい塩梅のやつにしますか。いい塩梅、なんか、うん、苦しそうかな。緩めの今緩めてるよ、うん、なんかこう目立たないやつ。あ、ちょっとあと首が苦しそう。うん、あ、もう一個、うん、なんか取っちゃっていいかも。あ、うん、あんだ、帽子かぶってく今日。あ、そうだし、帽子、あ、そうだ、熱中症対策に。うん、いい。あ、なんかここ汚れてるから服買いに行きましょう。うん、服、うん、ここなんか汚れが気になっちゃうというか。そうね。うん、こいつの名前本当わかんないのか。あ、こいつは本当にわからない。クッキーモンスターはわかる。そうなんだよね。クッキーモンスターはわかるんだけど、うん、こいつがどうしても。まあ、じゃあとりあえず、まあ、綺麗にしよう。そう、綺麗に。
実践パーセント行きましょう。そっか、じゃあ買わないといけないか。そうだね。はい、はい、感情感動症対策ね。やばいな。はい、偽善者。みんな見てほしいね。ちょっと泣いちゃったかも。グビグビじゃなくてさ。いや、たまんないね。